はい、どうも、こんにちは。田中天です。今回は、僕も初心者なんですけど、まだね。やっぱ、ベテランの人たちには全然追いつかないんですけど、初心者でも全然勝てるような編成。これ全部 A ランクですね。A ランク以下の戦車って思って、S ランク以上の戦車も絶対入れないっていう設定で、ちょっとリアタイ行ってみようと思います。ちょっとさっき一回試しでね、杉浦さんで言ったんですけど、杉浦さん1回出して2回松本くん出して、で、3回、延長戦になっちゃったんですけど、そこで藤井小屋先生だ、先生じゃない、藤井小屋さん出して、それで抑えたって感じですね。2対0でさっき勝ちました。で、ちょっとやっていきます。ちょっとね、序盤に負けまくっちゃったんで、勝率ちょっとまだ低いんですけど、今5連勝中ですね、絶賛。西垣くんね、めっちゃ強いと思うんですよ。個人的に。だから今回使ってみたいなと思ったんで、とりあえずこれもやってみようかなと思いました。よし、やってくぞ。強いね、敵。選手が強い。おお、めっちゃ減る。ナイスピッチでもベストピッチでも、とりあえず投げときゃ勝てるんで。お、今ボールなのか。で、ここでストレートでストライク取っていく。おお、打たれた。ここでキャッチできるんで。村上さんはすげえな。で、ここでスラーブ。いいね。入らないカーブ入れていく。で、これでタイミングずらして、余すと。よし、これは詰まったね。いいね。で、ここで縦スラ落として、おお、予想外に落ちるな。フォークね、西垣くんのね、上でも落ちないから、入れてく。あ、菊池さんすげえ。もう B ランクでもね、C ランクでもいいから、もう菊池さんはとりあえず入れたら勝てる。補給能力がほんと高い。ずっと使い続けてるよ。普通に。よし。うわぁ、フォークに得意だったんだね。普通にしくった。松井稼頭3点勝った。むずいなぁ。噂ってこんなすごかった。フォークがな、上でも落ちるっていうのが強いな。いいや。とりあえず、打てれば勝ち。どうしようかな。うわー、ギリでもないな。おお、ちょっと待って。4番、S1 の村上か。えぐいな。フランメなんなんやろ。普通に振ると思ったやつ、フランな。で、これで、ボール球になってくれ。よし。オッケー、これで振るよな。下ばっか狙ってるんで、基本、上狙われると弱いかもしれないですね。おお。カーブ対応していく。あっぶね。めっちゃ甘かった。ボール球にしようと思ってたよ。で、これで入らないフォーク。あ、入っちゃうか。これまずい。あぶねえ。これボール球になってくれ。うわ、ああ、でもいい。これで三振取れたな、でかい。とりあえずね、このフォークが普通に強い。オッケー。どうよ。強いだよ、これは。やっぱね、ピッチャーに関しては D ランクだろうとね、選手が強ければ何でもいける。あ、ぶね。振り遅れたから助かったわ。なんだろう、噂のフォークめっちゃ打ちにくいな。僕フォーク打つの上手いんですけどね。上手いっていうかまだ得意な方なんですけどね。
なんだろう、打ちにくいな。今のストライク嘘。ちょっと待って。今のストライク普通に投げるな。ストライクっぽくなかったけどな。とりあえず、ルーマーでヒット打ってもな。こっから変えられるかね、状況を。フォーク、とりあえず頑張って打つしかないな。あ、今、それ書いたか。普通に入ってたな。OK。濃いフォーク。くそ、フォーク濃いよ。山川と無事。さすがにこれ以上は耐えられないでしょう。スタミナ的にはね。で、ここでピッチャー変える。これターリーよ、ターリー。これ試してみたかったね。ターリー。絶対強いやろ。これで。いや、速いもん、156キロ。で、ここでカーブ。おい、よう曲がんな。おお、振った振った、やった。で、ボール球のスライダー。うわ、振らねえか。まあまあいいでしょう。オッケー、ナイスナイス、松井稼頭、ナイス。いや、うまいな。やばいな、これ甘かったか。オッケーオッケー。なんか、ドロップカーブ？なんかな、わかんないけど、それっぽいような、なんか、曲がり方が低いような感じするな。てか、取られたな、点数。甘すぎて、今の。オッケー。いやー、1点取られたの、でも痛いなー。ちょっとちゃんと座ってやるわ。やるしかねえ。いや、怖いわ、ほんと。ストレート。OK。フォークめっちゃ落ちるやん。わー、最悪最悪。OK、セーフギリ。ここで、誰に変えるかが問題。いやー、いけるかわからんけど、坂倉さんで、頑張るしかねえ。ストレート飛ばす。うわ、マジか。ストレート来い。かかってこい、ストレートで。キャッポークかい。うわ、マジか、キャッチされた。すごいな。OK。よし、抜けた抜けた。いや、同点できたのでかい。ね、ちょっと待って、ここで全てかける。こんなんじゃダメだ。ここで、こうして。もうマーティンキャプテンやから。絶対打ってやる。ここでロッテを見せてやる。まあまあ、見えた、それは。うわ、マジか。案外曲がらない。スタミナなくなったんか、最後。いや、まあ、ポイントで勝ったわ。まあでもね、正直、まあ言い訳にはなるけど、こうやってポイントでも勝てるんですよ。だから、ピッチングをとりあえずうまくして、それで三振とか取りまくったら、とりあえず、ポイントで、合計で勝てるんですよ。なんで、初心者でも絶対勝てます。ということで、以上、クソ雑魚からでした。お疲れ様です。